それではグランドトリックをするときに必要な基本的な体の軸の使い方を学んでください。まず体の軸を安定させるために必要なのは目線です。例えば目線が上を向いてしまうと顎が上を向いてしまい、体は後ろに倒れる動きになってしまいます。目線が足元を見ると顎が下がってしまい、腰が曲がり猫背になってしまいます。そうすると体の軸は折れてしまうため、バランスが取りづらくなってしまいます。さらに目線が左を向けば顎が左を向き、肩が開き、体がねじれてしまいます。目線が右を向けば顎が右を向き、肩がねじれ、腰がねじれてしまいます。そうしてしまうとターンが始まる動きになってしまうので、これもまた安定感がなくなってしまいます。目線を自分の身長の高さ、この高さにしっかりとキープすることで、体の背筋がしっかりと伸び、安定感のある体の軸を作ることができます。